日銀は今日午前9時から金融政策決定会合を開いていて、新型コロナウイルスの感染拡大による経済の悪化に対応するため、追加の金融緩和に踏み切る方針です。会合では国債を購入する規模の見直しのほかに、社債や CP、コマーシャルペーパーをさらに買い入れる案について検討する見通しです。